あ、質疑応答、皆さん質問ある方、質問してください。質問してください。はい。じゃあ、試合お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。次、ブリーキングダウンで戦いたい相手って誰ですか？ちょっとあんまり明言したくないんですけど、まあ、ブレイキングダウンで一番強いって言われてるやつらを倒していきます。例えば、俺言っていい？俺聞いてない、聞かれてない。聞いてくれてる？はい。僕は2人でとりあえずずっと勝ち進んで相手おれへんぐらいになってきたら、もうここで戦おうかなっていうのが目標です。僕は嫌です。勝っても喜べません。ホッソンのことこれ以上殴って潰したら罪悪感で、俺がちょっとやんでまう。ホッソンのことこれ以上壊したくないんですよ。いや、壊れないよ。ホッソンともしブレイキングダウンで戦ってもやっぱ勝っても喜べないじゃないですか。そうやな、うん、もう、ね、家族みたいなもんでやってるんで、だから俺はやりたくない。なんかごめん。でもブレイキングダウンで僕とホソンも階級もちょっと違う階級でやってて、お互い頑張って、まあ、ブレイキングダウンでもチャンピオンになれるようにちょっと頑張っていこうと思ってます。次の質問お願いします。次の質問お願いします。はい、はい、どうぞ。奥さんいますか？奥さんは2人ともいます。おお。高校生の時ってどんな感じ？僕は高校入学して1年の1学期だけ行って、もう2学期入る頃にはもうボクシングで飯食っていこうと決めたんで。高校生2ヶ月しましたよ。そうやな、1学期だけ行った。1学期はしっかり行って、2学期入って、もうすぐ大学登録出して、高校時代はもう僕はずっとボクシングに明け暮れてました。もう何があってもボクシングの練習だけはもう行ってました。もう遊ぶのもまあ大好きで、毎日友達と遊んでたんですけど、どんだけ遊んでてもボクシングの練習だけはもう絶対に行ってました。週6回欠かさず。細野何してたの？高校は4年行ったんで、高2でボクシングと出会ってしまったんですよ。で、僕言ってもその偏差値で言ったらちょっと普通よりちょっと上のところだから。高校時代何したいか聞いてるの？高校じゃボクシング、途中からボクシングして、ボクシングにちょっと熱中なりすぎてちょっと学力が足りなくなってしまってダブっちゃいました。修学旅行はちなみに2回行ってます。2度お得。それで、でもそれダブって、まあ僕は卒業したんですよ、高校しっかり。何やねん、マウント言うな。でそこでやっぱ高校を4年間行ったことによって奥さんとも出会ったし、学校って素敵やなって今思えば思います。ちょっと、はい、バレンタインって返しますか？バレンタインって返しますか？まあ嫁には返してます。あ、でも何もしてない。あ、もうまだか。はい、はい、返します。テレビに出たことある？あ、あります。2人とも朝日かどうか分からへんけど、サンバのテレビに。あ、うせやねん、見たことある。うせやねん、めっちゃいい。早まき行った？ MBS で。あ、行きました。いや、行きましたね。あの時も一緒に出演してた両方、せやねん。ちょっと笑いとってんの？どっちも笑いとってたんで、その時からちょっと今出ようかって言ってたんですよ。いや、その時は言ってない。はい、はい、どうぞ。朝倉未来、やっぱ怖いですか？怖くはないけど、すごいオーラがあるね。独特だ。見てる感じ、あの感じ、オーラすごい。ブレイキングダウンに出て良かったことって何ですか？良かったことは、まあ、一番はやっぱ認知度がすごい上がった。街で歩いててもやっぱ声めっちゃかけられるし、もうそれはやっぱ良かったかなと思う。ビジネスにつながってる。うん、ビジネスにもつながってるし、まあ、ブレーキングダウン出て本当にでも良かったなとは思います。試合前のルーティンって何ですか？試合前のルーティン、俺は結構練習終わりにほぼ毎日お風呂行きます、銭湯に。で、サウナと水風呂を交互に入る。
のがルーティンかな。で、ほんまに試合戦う直前とかは、試合の直前はウォーミングアップして、アミノ酸って言って、BCAA を絶対飲むようにしてます。アミノ酸を取ってます。パフォーマンスがあるで、なんか試合の浅川さんは僕の試合前のルーティンですか。はい、試合前のルーティンはあんまり考えすぎたら緊張するんで、よく寝ますよく寝たら強いです。よく寝た方が。まだ寝てる？寝てない。張っとるかなって感じですかね。はい、どうぞ。奥さんのどこが好きですか？まあ、優しいところ、思いやりのあるところです。普通やろ思いやりが一番ないし。ボクシングしてたら筋肉もキモキになりますか？まあでもそのトレーニングにもよりますけど、なりますね、やっぱり。やっぱ脂肪が落ちるんで、ボクシングやったら有酸素運動なんで、脂肪落ちたら筋肉が見やすくなるんですよ。全部キモキに見えるって感じ。筋肉が大きくなるっていうよりは、なんか脂肪落ちて体がシャープになるような感じです。好きな筋トレの器具って何ですか？好きな筋トレの器具、何やろ、考えたことないな。筋トレ、別に器具好きじゃないよ。器具っていうか、その名前。種類器具、何器具好きですか？筋トレやったらベンチプレスとか。おぉ、ベンチプレス好き。ベンチプレス結構やった。背筋のやつ。ラットブルダウン。あ、ラットブルダウン、あれが好き。うん、好き。ね、って面白い。男は背中で語らないので。どれな、違う、なんかちょっとちょっと次の質問お願いします。はい、あ、めちゃめちゃ嬉しい。おすすめの筋トレ方法を教えてください。どこですか？三頭筋三頭筋あ、二頭筋やったら二頭筋とここと、あ、前腕。腕立てじゃん。いや、ダンベルちゃん、二頭筋はダンベル持ってこう、これとこれが前腕で、前腕 でこっちが二頭筋を鍛える。やってみよう。これ壊れば前腕です。ヤチ君に聞いたらそれほんまそれヤチ君の話。ヤチ君筋トレはヤチ君の話ですね。じゃあ奥の女の子は減量ですか？減量の方法ですか？減量はやっぱ一番は、運動して食事制限すること。特に痩せたい子は下半身を鍛えたらいいと思うんで、まあ、手軽にできるんで言ったらスクワットが一番効果的かなと思います。やっぱ大きい筋肉を鍛えて、で、筋肉量が上がれば基礎代謝が上がるんで、基礎代謝が上がればおのずと痩せやすくなるというか太りにくい体になる。食事ですね。あとは食事制限、それがもう減量には一番大事ですね。まあ、ダイエットと減量はまだちょっと違うんですけど、ダイエットしていって、まあ、減量の場合は最後水抜くんですけど、運動して食事制限してください。糖質カットかオートファジーがおすすめです。あ、はい、どうぞ。現役の時にオムリアってなった時どうしてました？僕たちも何回も失敗して、まあ、もうダメやと思うようなこともありましたけど、まあ、どんな状況であっても常に前を見てやってきました。やっぱりそこで諦めてしまったら終わりなんで、どんだけあかんって思ってもそれをどうプラスに変えていくか、負けで挫折してもその負けをじゃあ次にどう生かせるか、まあ、負けることとか、まあ、失敗することってさっきも言ったんですけど全然大したことじゃなくて、そこからどうするかがほんまに大事だと思うんで、まあ、常にだから前を見てポジティブに考えるようにして、全部起こった出来事に対してプラスに僕は捉えてやってました。僕は負けって負けも経験なんですよね。負けって次どう負けへんかで、負け、僕ボクシング、プロボクシングで10いっぱいしてるんですよ。結構多いはずなんですけど、負けて次どう生かすか、負けも経験なんで、失敗して挫折してもそれを全部もプラスに変えれるようにポジティブにやってました。次に質問お願いします。はい、どうぞ。筋肉見せたい、本気です。筋肉俺今コルセット、あ、ほらおいしい。どこ、あ、じゃあちょっとだけ、
お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、めちゃくちゃ喜んでましたね、子供たち。いやー、喜んでもらえて嬉しいですね。バシャバシャ、バシャバシャはちょっと関係なかったですけど。でも、こんなスイミングスクール。いや、前からみんなほんまに会いたい会いたいしたんで、最近の頃は本当にブレイキングダウンめっちゃ好きで、活躍されてお二人に会いたいって言ってたんで。いや、でも嬉しいですね。いや、でも僕らみたいなのが来てね、喜んでもらえたら嬉しいですよ。やっぱ学校の先生じゃない人が喋る方がみんなこう、ですか、伝わると思う。いや、僕もなんかちょっともっとこう伝えたいことはあったんですけど、なかなかちょっとうまく喋れずにちょっと言葉も詰まってしまって申し訳ないです、うん、でも細川さんいいこう連携プレーでいい感じにされてたんで、どっか行ってボタンする着地点はどっか行きました着地点はどっか行きました着地してボタンか、うん、ほんまに喜んでもらってよかったです、はい、僕らもあのいい経験になりました。はい、じゃあ今日はもう結果的にちょっと成功ということでいいんですかね。あ、大丈夫です。僕らもいい経験させていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最近メールマガジンを始めました。何だって？そちらの方では YouTube で話していないような技術の話であったり有益な情報を発信しているので、そちらの方概要欄に貼っておくのでぜひ登録の方よろしくお願いします。絶対相場させません。お願いします。